スプリングゲントは日本の競争は2006年から障害競争に転向して6連勝。その後2009年の中山グランドジャンプに優勝した。2002年12月、阪神競馬場の新馬戦でデビューし3着。3戦目で未勝利を勝ち上がるもその後は低迷。芝、ダート、短距離、長距離と様々な条件のレースに出走し続けたが、2006年を 迎え6歳となった段階でまだ1000万円以下条件をうろうろしていた。同年2月の1000万円以下条件で発着と、敗れたところで、陣営は平地に見切りをつけ、障害へと転向となる。すると成績は一転し、障害未勝利を楽勝したのを皮切りに、障害オープンを2連勝、さらに、京都ジャンプステークスで、障害重傷発制覇となる。続く、 東京ハイジャンプではテレジェニック、マイネル・オパーラ障害の実績場相手に勝利を収め、京都ハイジャンプでは2着に8番審査で逃げ切り重傷、3連勝を果たした。なお、京都ハイジャンプの勝利で、小坂忠樹騎手は2006年の障害重傷5勝目を、上げ年間障害重傷最多勝利記録を更新した。これで、障害6連勝となり、 年末の中山大障害にも期待が持たれたが、レース後右前浅く腱炎を発症し長期休養を余儀なくされる。その後、2008年9月に帰球。平地を2000使い中山大障害に出走。単勝4番人気に支持され、レースでは3番手を追走して、最後の直線に向かったが、キングジョイなどに次々と刺され、4着と障害競争では初めての敗戦となった。 2009年の初戦は、阪神スプリングジャンプに出走し、落鉄しながらも東和日吉丸に、首差の2着となった。そして迎えた、大一番、中山グランドジャンプでは中段を追走して2周目の、3コーナー向き正面で一番人気のキングジョイと共に、抜け出し、最後の直線でのマッチレースを制し、2度目の挑戦で、初めて JGI 競争を制覇した。しかし、 10月21日に左々山浅久健炎を発症したことが発覚。長期休養を余儀なくされた。2011年12月3日の平地競争で復帰したが16着。続く中山大障害では2番鉄追層も2周目3、コーナーで1杯になり5着、レース中に左第1子骨薄利骨折を発症したことが判明し3ヶ月以上の休養を要する見込みとなった。 2012年12月の平地競争で復帰し15着。中山大障害では終始2番手から最終障害を超えたところで先頭に立つものの、勝ったマーベラスカイザーなどに交わされ4着に敗れた。中山グランドジャンプ最終障害を飛び越するスプリングゲントとキングジョイ2013年は2戦したが、未勝利に終わり、12月25日付で競争場登録を抹消され、 現役を引退した。今後は千葉県成田市の高橋牧場にて乗馬となる。ありがとうございます。